お疲れ様です。パーソナリティのリコです。今回は中国が海上自衛隊を警戒し、日本にある空母よりも危険な船とは、をお送りします。1、空母より危険な船。空母、それは一言で言えば、海の上を移動する飛行場で、どこにでも配置できる基地です。空母で戦闘機ごと現地まで運ぶことによって、相手の国や遠い場所においても、自国の航空戦力を万全の状態で展開できるのですから、その有用性は言うまでもありません。ですが、そんな空母よりも恐れられる船が、どうやら日本にはあるようです。その内容をご紹介します。中国にとって空母よりも危険な船、それは海洋観測船です。海洋観測船とは、海流、海底の地形、海洋気象など、軍事行動のための海洋環境資料を主に収集するもの。2018年3月、ある中国メディアは、日本には空母よりも危険な船が3隻あるとして、海上自衛隊が所有する3隻の海洋観測船を紹介する記事を掲載しました。早速その3隻を見ていきましょう。1隻目は、二見型海洋観測艦の2番艦として1986年に就役した若さ。標準排水量2050トン、全長97メートル、幅15メートル、最高速度16ノット、定員105人。2011年3月の東日本大震災では救援物資の輸送任務も担っています。2隻目は日南型海洋観測船で1999年に就役した日南。標準排水量3300トン、全長111メートル、幅17メートル、最高速度20ノットで定員80人。2005年には東シナ海海域で海洋生物や海底地形などのデータ収集を実施。こちらも東日本大震災ではやはり救援任務を担当しています。3隻目は湘南型海洋観測船で2010年に就役した湘南。標準排水量2950トン、全長103メートル、幅 16.4 メートル、最高速度16ノットで定員80人。観測船としての実績も確かで、2016年4月、中国の護衛艦隊が沖縄を通過した際、湘南が監視船の一つとして派遣され、太平洋から東シナ海へと戻る中国海軍艦隊を発見しています。さて、空母ではないこれらの船がここまで中国に警戒されるのはなぜでしょうか。この3隻はいずれもマルチビーム海底地形プロファイラー、サンプル採取装置、曳航ソナーなど様々な海洋環境、音声学測量設備を備えています。インターネット上では監視船や調査船として高い機能を備えた船は後ろめたいことを抱えた中国にとって実際の戦闘能力以上の脅威になっているのではと分析されています。こそっと太平洋に出たいのにいつも発見されるのは納得できないんじゃないか。犯罪者が警察の装備を見て危険だと騒いでるのと同じ。自分に都合悪けりゃ即危険認定。観測や調査するだけで危険とか中国が言うのか。2. 出雲の空母化。このようにすでに空母以上の脅威を持つ日本ですが、やはり世界においては空母を保有することがその国家の技術力や軍事力を測る目安と言われています。そんな中、2018年12月に政府が閣議決定した防衛計画の大綱に護衛艦出雲を改修し、戦闘機を運用する事実上の空母にすることが盛り込まれ、国際的にも大きな話題になりました。この事実上の空母という言い方は少しわかりにくいですが、本来はヘリコプターを搭載する機能しか持っていない出雲を戦闘機を乗せられるように改修するんですね。アメリカの最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の搭載が予定されており、日本の防衛力がぐっと高まるのは言うまでもないでしょう。出雲の空母化によって日本はどのように変わるのでしょうか。まずは
あまり望ましいことではありませんが、実際に本格的な紛争が起きた場合、例えば太平洋上で海上自衛隊が対潜水艦戦を実施する際に艦隊の防空をするケースです。イージス艦だけでは防空できる範囲が限られていますが、空母があれば防空できる範囲が一気に広がります。冷戦期には北海道周辺の海空域における攻防が焦点でしたので、空母がなくても必要な航空戦力を確保できました。ですが今後想定される南西諸島周辺での攻防になると、航空基地が限られているので空母の有用性が高まるそうです。また空母は平時の戦略的コミュニケーションにも役立ちます。 F-35B を積んだ出雲が例えば東南アジア諸国を訪れることで、地域の安全保障に日本がコミットしていることを象徴的に示すことができます。やはり東南アジア諸国や南アジア諸国に対する中国の影響力は大きいです。そこにちょっと待てと日本の存在をアピールできるんですね。これまでにも出雲はフィリピンやシンガポール、インドネシア、インド、スリランカなどを訪れています。フィリピンではドゥテルテ大統領が出雲に乗船し、フィリピン国内で広く報道されたことも。これは中国が空母遼寧を利用して地域諸国を威圧しているのに対抗するという意味もあるんです。能力的にはアメリカの空母に劣る遼寧、戦時に投入すればすぐに沈められてしまうかもしれませんが、外観だけはアメリカの空母に見劣りしません。東南アジア諸国などにとっては政治的、心理的に十分なプレッシャーとなるのです。日本も優れた潜水艦を多数保有していますが、いかんせん潜水艦は人々の目に触れません。人々に大きなインパクトを与えるのはやはり空母。国際的なパフォーマンスという意味でも回収された出雲は活躍していきそうです。 3. 海外からの反応。さてこの出雲の空母化には海外から様々な反応が寄せられました。特に日本と距離が近い韓国は猛反発、危機感を募らせている様子が見て取れました。でも日本は降伏した後に軍隊の創設を禁じられたわけじゃん。これはそれを破るような行為でしょ。国連が日本を制止しなければいけないんじゃないのか。自衛隊になぜあんなものが必要なんだ。日本は暴力的であって再侵略すると世界に宣言しなければならない。日本は私たちよりも軍事力が上だ。空母もあって日本の軍事力はアジア最強だ。確かに日本国内でも空母の保有が日本国憲法に反するのではないかという議論はありました。他国を空爆するような戦闘機を出雲に搭載することは他国に攻撃的な脅威を与える攻撃型空母になると指摘する議員もいます。ですが岩谷武志防衛省は、常時戦闘機を搭載する構想は持っていない、我が国の守りを行うために必要と答えており、あくまで専守防衛が目的、周辺国が軍拡を進める中やむを得ないという考えを示しています。実際海外のほとんどの国からは出雲の空母化は歓迎されています。その反応の一部をご紹介しましょう。周辺国が軍備を拡張して島を軍事拠点化している中で、それでも平和主義を貫くなんて愚か者だけだよ。お願いだから日本は防衛力を強化してくれ。日本は当然空母を持つべき。なんだったら遅すぎたくらいでしょ。俺が言えるのはこれは日本にとって前進だってこと。ついに眠れる超大国が目を覚ましたってわけだな。日本は中国と北朝鮮の脅威にさらされてるんだ。ちゃんとした軍備が必要なのも当然のことだと思う。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本が軍備を拡張するとやはり中国や韓国からは強い反発の声が上がりますよね。ですが相手と同じくらいの軍事力を持って初めて抑止力としての効果が発揮されるもの。日本は今後も平和のための軍事拡大を進めていかなければならないようです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録もお忘れなく。